会を盛り上げようということで始まりましたチケラーゴルフ。いいですね。ありがとうございました。今回はここハイランドセンターというところに来ました。もうここでなんともうレッスンといえばあの方なんじゃないでしょうか。いや、もう私の師匠。そうだよね。はい、そう、私の大先輩でもある、はい、内藤裕二プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回は内藤裕二プロに、はい、あのレッスンをしていただこうと思います。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それではチケラー、まず足をほぼ揃えて、で、はい、ぴったりじゃなくていいですよ。あの拳一つぐらい、はい、芯に当たる自信がある、もう10センチ自信のある振り幅で打ってください。10センチでも30センチでも50センチでも絶対死んだよ。そう、絶対死んだ。いきなりと当たりしないでください。この振り幅で逆に難しいってこともある。はい、うん、え、なんかこのぐらいの振り幅ってあんまやったことないけど、うん、パターンぐらい。そうそう、パターンとかグリーン周りのショートゲーム、うん、いきます。はい、ちょっとだ。でも逆にそうかもね。難しいのかな。そうそうそう。あの今ね、何だったかっていうと、やっぱ女性なんか特にいい意味でクラブに振られてるんですよ。もうクラブの完成ムーブメントに振られてブーンブーンって振るから、だから力む間もなく当たるから、でスイングプレーも男性ほどは力づくれたので。意外とスイングプレーも女性の場合はやっぱり綺麗な方が多いのは、やっぱりクラブの感性に逆らわないといけるから。だからこうそのままこうクラブ2ミリで振られてるんで、意外とシンク。そういうことか。大きく振っても。大きく振った、むしろ振った方が。振られないもんね、これじゃ。なんか 手打ちです。それこそなんか 手で打ってる感じ。そう。だからこれは自分でコントロールする。ああ。ただゴルフって平らのライばっかりじゃない。ちょっと沈んでたり浮いてたり、ね、あのあとラフだったり、いろんな時に全部クラブに振られたフルスイングわけにもいかないんですよ。やっぱりコントロールできないんですよね。やっぱりこういうスイングで、ちょっとじゃあもう一回今度、ちょっと今ちょいダフリしましたけど、はい、ちょいダフリがちょっとシーン来るの。え、ちょっとすごい難しい。はい、ちょっと大きめですよ。はい、別にあの練習なんで、一球入魂じゃなくていいです。で、ちょん、あ、今いい。おー、今いい感じです。今ってその前の差分かります？腹筋に力入れてるか入れてないか。今入れてる。あー、すごいもん。でもね、まあ正解。正解。正解は、大正解じゃないかもしれないけど、20までじゃなくてもあるんで、はい、あの、なんていうか、腕に力が抜けてる。あ、うん、腕に力が抜けてるから、さっきクラブの感性で打ててる。あ、で、うん、さっきあのフルスイングと違ってすごい手打ちみたいなって言ってました。力んじゃったんです。この幅で打たない。そうか、うん、え、確かにそうです。なんかこうフルスイングだったら結構ブーンブーンってか振れるんですけど、うん、この辺で止めなきゃって思うと、パッと思った瞬間にこうなるっていう。ああ、なりますね。はい、なんか確かに小さく柔らかく。アプローチの方がここちょっと力入っちゃう。あ、そうそうですよね。でもアプローチがやっぱりすごく苦手な方は入りすぎちゃう。ある程度は固めますけど、ベースメイトはコントロールするために。だけどアプローチ上手いっていう人は結構肘をポンって柔らかく使えるんですけど、苦手っていう人はもう必ずこうなっちゃう人がやっぱり多くて、やっぱりこの関節を柔らかく使うっていうのはゴルフの中ではすごい大切。なので、だって関節ガチガチで使ってその回転も何もないじゃないですか。やっぱ関節がこう柔らかく動いて初めてこの回転スピードがクラブヘッドまでつながるし、でクラブのローテーションっていうのもこの腕が肘が柔らかく使えることで、この腕がローリングしてこのローテーションするわけで、ちょっとフェースローテーションも起きるわけですから、はい、なので腕を柔らかく使うっていうのはすごい大事なんです。うーん、そう、だからちょっともう一回構えてもらって、腕を柔らかく使う、うん、そう、だからスープを腕ちょっとダフるかなっていうのを柔らかくして、で、うん、そうそう、も
まだちょっとです。まだちょっと。力を抜くっていうことですか？そうです、そうです。力をめちゃくちゃ抜いて、クラブに振られる。だから振り幅はどこって限定しなくていいんで、小さめっていう感じで。うん、ああ、はい、そうか。限定しちゃうとなんかちょっとそこ。あ、そうそうです、そうです。うん、はい。限定すると止めちゃいます。そうですね。はい、そうそうそう。まだじゃないんでしょ、はい、まだちょっと自分で加速してないですか？してます、ね、なんか左腕に力が入っちゃう、うん、こんなダナーンでいいってことですか？そうです、そうです。そうで肘がって柔らかくて左腕この状態ですね。うわ、はい、だいぶだ。そう、うんうん、今の肘の使い方はめちゃくちゃいい。へー、全然音が違う、うん、違いますね。力がないから、うん、やっぱりしっかり振らなきゃっていうことで、結構フォロースルーの形とか見ると、いや、こうなっちゃってるんですよ。いや、そう、いや、ほんとなんていうの、私よろしいですか？ですよね。でもこれ女性にありがちじゃないですか。しっかり振る気満々すぎて、こう腕がとかって、でもこれってプロゴルファーなんじゃないですかね。こういう感じじゃないですか。ってことは肘が温まれてるんでしょ。だから例えばこれ肘ってこうしか回らないですよ。あ、そうですね。こうしか回らないですよ、うん、ってことはこれがここで肘が温まれるってことはここで肘が下向けない。あ、そっか。そう、だって肘が温まれるってことはもうこうしか温まれないんですよ、はいはい、こうしか温まれないから萩原さんのインスタのフォローと回んないこれこう下に向けないから。そう、こっち、後ろに、こうか、これ肘たたんだと思っちゃいますだから確かにそうでしょ、こうしか立たない。だからこの関節をうまく正しく骨格通りに使えたらゴールスイングってのはすごく簡単になるし、見えない気分になるんです。違う方行こうとしてるのにこっち振りたかったらこうなってるのにこっち振りたかったらおかしいじゃないですか。難しい。この手が力が出るわけです。あ、はい、でよくこうバックスイングとかでもアマチュアゴルファーの方ってこうしてクリーン回転しないとこうなったりこうなったりするじゃないですか。でこれも正しくここ胸椎この胸椎が正しくこう回転されてたら、うん、ここに来るんだけど、これが最初にこう腰がずれちゃったりして、はい、そうするともう回らないんです、はい、まあ、そうするともう肘上げるしちゃうんですよ。だってこれフライングエルボー、シャットクロスって、ね、オーバースイング、フライングエルボーから来るんです、はい、でこれダメですよね、うん、だからそのこの体がきれいに回ってなくて肘が上がっちゃってる結果こうなってて、これちゃんとこれは結果しかないわけで、例えば横峯さくらさんジョン・デイリーとかのオーバースイングは全然 OK。 あれは正しい肘のポジションで体がギューッと回ってこの回旋能力がものすごい高いからすごい回っちゃうんです普通の人より。そうするとクラブ結果的にクロスしてるんですよね。でオーバースイング正面から見たら地面抵抗じゃなくてそれより高いんだけど、これはその人の回旋能力の高さなんで、これは全然問題ない。逆にいいぐらい、逆にいいんですよ、飛ばせる、うん、だから横峯さんもあの小さい体ですごい飛ぶし、うん、まあ、ジョン・デイリーは当時世界で一番飛んだろうっていう、うん、だからその関節をまず正しく使えないと、関節が、うん、関節のこの左がこうあるからこれがここでこう畳めるだけでギュッと回れるようになるから回転スピードもこうやって上がれる。そうか、え、でも思ったんだけど関節ってみんなこっちじゃん、はい、こっちじゃないから、うん、そのだからあなたはこの動きはできないみたいなのとかもあるじゃないですか、うん、はいはい、でもなんかある程度こういう部分に関しては人間みんな一緒っていう。そうそうそう、だからその次ですね、このタイプはこういうことができないとできるっていうのは今僕が話した次の、あ、その可動域が低い人が内股気味のとか X 脚の人、脚の人とかいろいろいますけど、はい、あの少し骨盤が後傾気味な人、前傾する人とかっているんで、はい、そういうのでスイングタイプって多少変わってくるんですけど、ただこういうのは変わらないですね、うん、あ、みんな一緒、うん、
うん、みんな一緒。じゃあこの練習はもう万人にいいのかもしれないです。これはもう100人と100人そうですね、うん、すごい100人と100人にいい練習ってなかなかないですよね。ないと思うんですよ。そうですね。ただこれしかやってますからいやでもそれが大学真にやってる大学難しいです。なんかすごい簡単なように見えて、うん、逆に難しいっていうか力を抜いてスイングするって、うん、結構難しい。難しいでしょ。これが力を抜くってことなんかみたいな、うん、力を抜いて自然と入っちゃう。スイングするのが難しいっていうことは結局力を入れて打ってることです、うん、だからずれそうなやつを力を入れてバランスを何とか保ってる。一番いいスイングっていうのはこう何回振っても同じスイングそれは今ね、例えばトップ選手で、まあ、女性だったら歴史のトップとか、左が外れると、はい、それはいいんですよ、スピードを上げた結果だから。だけど、じゃあ彼女が素振りこうやってやってるかってやってないじゃないですか。素振りはこうやってバランスよくっていうんですか。彼女がパワーを最大限出したときは、まあ、スピードに負けて足がずれるけど、まあ、そんなのは全然いいのって、結果なんでいいんだけど、こう小さいスイングを、例えば彼女ってハーフショットの練習も足で出すのか、そんなことは絶対ないです。あるわけです。だから今言ったそのハーフスイングが難しいっていうのは、自分がずれながら、綺麗に骨格通り回旋しないで打ってるってことです。うん、今までちょっとごまかしのスイングをしてドライバー打ってた感じ。まあまあ、ごまかしのスイングちょっと、そこまでじゃないかと思いますけど、でも、もっと効率よく振れる。で効率よく振れば絶対もっと、うん、効率がいい方が決まってるわけですから、はい、だからそれをちょっと完成させちゃいましょう。はい、そうだから今のイメージしてください。このここがこう曲がる、うん、要は肘を柔らかくしてれば肘が下向いてこう畳まれれば左脇が締まる。そうすると体が回旋する。大げさに言えばこういうことですか。そうです。もうこういうことです。こういうこと、はい、で回って畳んで回って畳むんで、うん、でも意識的に畳むんじゃないですかね。あくまでもクラブが柔らかく、うん、そのくらい柔らかく。そうです、そうです。これをやればいい。はい、でそれを少し小さめなスイングで、はい、ポーンとこう落下地点、最終落下地点がこうボールっていう感じ。そうヘッドがポーンと落ちていく。ネット走ってますよね。これじゃあちょっと連続でポンポンポンで何回かこうあんまりこうかしこまらず、ね、そう柔らかく、うん、で何球か打ってたら多分分かってると思うんで、力がこう抜けたポイントが、はい、あでも今ね分かんないですね、はい、で今ねローテーションできてる。ちゃんとローテーションできてる。音が全然違う、うん、あそうそうおお簡単になってきたんじゃない。最初より全然ちょっと分かりやすいです。こう関節の動き、うん、考えてみるとちょっと分かりやすいです。だって最初と全然違うんですよ。なんか逆らってたんだなって感じがすごいしてます。今やってキープみたいなね。フォローするなんかそれがいいのかと思ってました。だってフェイス言わせればそうなんですけど、そうフェイスこうじゃないですか、うん、フェイスこうでこのフェイスが肘こう上がってるってことで、フェイスこう動くと。いや確かにめっちゃ開いてる、うんうん、これで止まらないですよ、ね、やっぱフェースって、まあ、ここなのか12時ぐらいなのか、まあ、もうちょっとかぶせるのかフォローで、まあ、もうちょっと開いてるけど、まあ、このぐらいの範囲ですよ。12時を中心に1時から11時ぐらいの間ぐらいが大体、ほとんどの人なんで、それより開いちゃって飛ぶってことは、まあ、なかなかないわけですから。そう、クラブの性能をまだ活かせてない。ローテーションさせないと、やっぱシャフトのこのしなりとしなり戻り、あとこのシャフトってこうトルクっていうのがあるじゃないですか、うん、でトルクをねじれるとき、これも全部使ってボールを飛ばすわけです。これボールみたいに言ってたら使えないです。いや本当ですよね、うん、いやもっと考えなきゃダメだ。クラブの性能、そうクラブの性能、そうゴルフスイング理論っていうのはスイング理論があってからクラブができたわけじゃないです。この
クラブがあって、このクラブの取説みたいなものが選手です。要はこのクラブをどう打ったらうまく振れるか、で芯に当たるかっていうのがスイング力です。そう。で、それがどんどん今進化していって、もっと飛ばすとか、もっとパワーを伝えるっていう理論とかがいろいろ細分化されていってますけど、まあ、そもそもこのクラブがあってスイングですから、でこのクラブをどうやって振ったらうまく飛ばせるんだろうっていうふうに考えます。IGTV とかすごいやってるの見てます、はい、自粛期間に、はい、一人で何にもやることなくて、はい、一人で思ってもらってたんですけど、はい、IGTV ではやろうと思って、で三脚でカメラをつけて一人でやって、あ、そうなんですね、はい、結構上がってますよね、もうほぼ毎日ですね、1日1本上げて、大好評ですよね、なんかすごく、すごく好評をいただいているので、うん、嬉しくなって、うん、そのまま続けてます。あ、分かりやすいですね。確かに短くって分かりやすいみたいな、3分ぐらい、そうですよね、サクッと見られて、そう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 、練習場とかでもこれ見たらこれやってみようみたいな感じで、すぐできる量ですね、そうですね、見やすい、お手軽に誰でもできるっていうのが一応点、はい、ということでナイトプロのインスタグラムを概要欄に貼っておきますので、よろしくお願いします。なおちゃんのも、はい、インスタグラムで、はい、よろしくお願いします、はい、貼っておきます、よろしくお願いします、お願いします。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。